ンポン。あかりん、あ、あかりん、あかりん、ねえねえ、あかりん、だー、うるせえ、なんやねん、お前、あだ名、はい、つけて、アホのゆかり、アホの坂田的な、その通りだよ、やったー、あだ名つけるの超楽やな、こいつ、あかりちゃんのもつけてあげる、は、ドスケベクリーあかり、却下、ドスケベチャンスあかり、却下、うん、ドスケ、却下、ドスケベっていう入り方やめろやー、ドスコイちゃんとあかり、しばき倒すぞ、もうわがままですね、あ、じゃああかりちゃん的にはなんて呼ばれたいんです、そら、あかりん、って可愛く呼んでほしいで、あ、すみません。ちょっと BGM 止めてました。何 BGM 止めてんだこら。そういう先生はどうなんや。どんなあだ名で呼ばれたいとかあるのか？ユーカリ？それはコアラの主食だよ。美人子？急に自虐的なあだ名にすんのやめえや。初音ミク？おこがましいわ。ひれ伏せ。やっぱりアホのゆかりが一番しっくりしますね。そこでしっくりされるとは夢にも思わなかったよ。ピンポン。ドムドムリックドムサクサクビクサムスゴックスゴックワッカイ、なんかやべえやつおるんやけど、キエー、この人の形をした人間め、人間じゃねえか、なんだよ人、よし帰れ、いいえ、明日地球が滅ぶという噂を耳にしたので、はあ、とりあえずモビルスーツを元に作成した祈りを捧げていたところでした。これは神様もご立腹やるな。先生が聞いた噂ってコメントでもらった、明日世界が滅ぶなら先生は何しますかっていう質問のことやないか。それだ、というわけで明日世界が滅ぶとしたら先生はモビルスーツを元に作成した祈りを捧げて神様を怒らせます。ほんとろくなことしねえなこいつ、うん、そういうあかりちゃんはどうなんですか。うちか、せやな、うちなら祈るより頭使って明日世界が滅亡しないよう努力するかな。ほう、なるほど。例えば明日特大の隕石が地球に降ってくるとしたら、土で壊す、死ぬはバカだれ、物理的に頭を使うわけじゃねえんだよ。まあそんな大事件が起きたらうちらにできることなんてほぼないようなもんやけどな。でも諦めて神頼みってのもなんか落ち着かない性分なんや。できるなら最後まであがいていきたいのに。てかさっきからうるせえな。あ、すみません、今近くにすげえ面白い鳴き声のヤギがいるみたいで。なんでや。私が連れて来ました。てめえこの野郎。ピンポン。ラブコメに最近ハマってまして。そうなんか、ラブコメって面白いですよね。というと、まずラブコメのテンプレ、朝ごはん加えながら走ってくるヒロイン。あ、イメージ古いわ。確かに出会い方のテンプレではあるな。やってみていいですか。言い訳ねえだろ。じゃあ行きます。てめえ、あー、遅刻遅刻。なに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 、え、え、じゃねえよ、顔についてるそれ何。パパス、バクかおめえは。パンを加えろや。はあ、あー、遅刻遅刻。どこ行くねん、ちゃんとやれや。言い訳を聞いてください。言ってみろ。出来心です。しばくぞ。出会いはもういいや。速攻で飽きやがったな。そして朝衝突した女の子が主人公のクラスへ転入してくるんですよね。せやな。転入生のゆずきゆかりです。あ、お前は今朝の。ああ、あんたは。お、転入生知り合いなのか。じゃあ席はあいつの隣な。嫌ですよ。なんで私があんな奴の隣に。はい、早く行って。やだー、すげえ気になるんだけど、なんで窓外に配置されてんだおめえは。足、涼しい。でしょうね。いやー、ラブコメは本当に魅力的ですよね。今までの会話にラブコメの魅力伝えてる部分あった。